メルセデス・ベンツ C クラスメルセデス・ベンツ W203、W203、S203、C203 はメルセデス・ベンツの2代目 C クラスを指すコードネームである。数字の頭に付けられているスペルは W がセダン、S はステーションワゴン、C はクーペを表す。2000年にフルモデルチェンジ、日本では同年9月より発売が開始された。 日本での価格は400の900万円。仙台とは異なりすべてのグレードにステーションワゴンが用意された。BMW3 シリーズコンパクトに対抗するモデルとして3ドアハッチバックのスポーツクーペもラインナップする。欧州では C350C180 なども存在するが、日本市場では他のモデルとの差別化とブランド戦略により正規輸入されていない。 メルセデスベンツのモデル名は数字の上2桁が排気量を示していたがその法則が途絶えたのは W203 型からである。例えば C180 は1.8リットルではなく2.0リットルであり C240 は2.4リットルではなく2.6リットルである。C240、C320、C200 コンプレッサースポーツクーペには通常モデルを ベースに AMG がデザインしたアルミホイールやエアロパーツ、スポーツサスペンションを装着したスポーツラインが設定されていた。ヘッドライトは初期のレンズカット付け、マルチリフレクター、マルチリフレクターでロービームがプロジェクターの3種類。ハンドル位置は C230 アバンギャルド、C55AMG セダンのみ左右ハンドルを選ぶことができる。4マジックは構造上。 左ハンドルのみその他は右ハンドルのみの設定である。当時、ダイムラー・クライスラーが発足してからのフルモデルチェンジ車ということもあって AT 車にはマニュアルモードが採用されたが、マニュアルモードのシフトパターンはクライスラーが採用していたオートスティックと同じ形状となっている。一方、メルセデスベンツの内装特徴を付けていた実用性の高さは大幅に下がり、 構成部品も一部簡略化され、革の材質をはじめとする内装の質感も同様にコストダウンされた。なお、マイナーチェンジ後の後期型では品質改善がなされている。日本導入に先立つ2000年5月、オートトレーディングルフトジャパンが独自に輸入、販売を行っていた。2000年9月、C180、C200 コンプレッサー、C240、 C320、C32AMG、C200 コンプレッサースポーツクーペの正規販売が開始された。2002年、C180、C200 コンプレッサーの直列4気筒エンジンが変更を受け、C180 は C180 コンプレッサーに名称が変更された。同時にフルタイム 4WD の C244 マチックが追加された。二千三年には、 スポーツクーペもエンジン変更を受け、C180 コンプレッサースポーツクーペ、C200 コンプレッサースポーツクーペエボリューションの2本立てとなる。エボリューションには専用のアルミホイール、ワイドタイヤが装備された。2005年、旧型 V6 エンジンモデルの C240、C244 マチック、C320 を配し、新世代の V6 エンジンを搭載する。 C230 アバンギャルド、C280 アバンギャルド、C284 マチックアバンギャルドが追加された。この3モデルは7足 AT を採用し、スポーティーな黒系木目の内装とホンガーシートが装備される、アバンギャルド仕様の内装となっている。なお、C230 アバンギャルドと C280 アバンギャルドには専用デザインのアルミホイール、ワイドタイヤを装備する。 スポーツパッケージが設定されている。同時に C32AMG に代わり5.4リットル V8 エンジンを搭載する C55AMG が加わる。スポーツクーペは北米市場での販売が振るわず2005年をもって販売中し、日本市場では2007年まで輸入、販売された。翌2008年に同じプラットフォームのまま、 約1100カ所の変更を施し、フロントマスクを3代目 W204 と共通衣装としたものが CLC クラスとして登場したが日本へは輸入されていない。ありがとうございます。